黒に、見えた？寝たふりだ、寝たふりに徹しろ。七クマ。俺は中島翔太、無気力な高校2年生だ。翔太、今日カラオケ行かね？今日はパース。たっく、いつも眠そうにしやがって。悪い悪い、俺は昔から自由奔放な人間だと言われるが、人付き合いがめんどくさいだけだ。学生時代のつながりなんて、時の移り変わりとともに薄れていく。いつか消えるものにすがるくらいなら、一人でのんびりしている方がいいのでは、というのが持論だ。こんにちは、放送部です。今日のお昼の放送はカップル突撃企画です。この企画はキラキラしたカップルの近況をインタビュー形式でお送りします。やれやれ、また黒歴史製造タイムか。こんなの流すのを許してる教師の知能も伺えるな。くだらねえ。そんな俺の平穏な学校生活だが、どうしても理解できないことが一つある。ねえねえ。あ？あ、重いんですけど。派手な見た目をしている目の前の彼女の名は神崎由美子。クラスメートのギャルだ。手伝えと？別にそんなこと言ってないでしょ。そう言ってるようなもんだろう。いいよ、半分持つ。ありがとう。なぜかわからないが、彼女はたびたび俺に絡んでくる。こんな華やかなギャルが俺みたいなひねくれ者に絡んで何の得があるんだろうか。もしかしてつつもたせか。俺にとってこの中庭は学内で一番の憩いの場だ。俺はよく昼休みにここでまどろむ。ねえ。あ？ねえってば。キャッ。黒。見えた？寝たふりだ、寝たふりに徹しろ。今さら寝たふりしても遅いっての。バレてた。どうした神崎。とぼけても無駄よ、色までつぶやいて。色？あれ、俺よく寝言言うからな。ここまで来て白を切る根性は認めるけど、無理があるでしょ。だいたい薄目開けてたの見たんだから。もう無理だ、ここは素直に。悪かった、これはたまたま目に入ってしまって、自ら覗いたわけでは。やっぱり見たのね。うん。そう。それじゃ責任取ってもらうから。責任？私と付き合って。え？私の恋人になりなさい。はあ？少し強引すぎたかな。私、神崎由美子には気になっている男の子がいる。きっかけは最悪だけど、こうして付き合わざるを得ない動機を作ることができた。でも今思うと恥ずかしいな。パンツ見られたし。ユミコ、次体育っしょ？一緒に着替えよ。ってどうした？顔真っ赤だけど。え？ああ、その、なんだなんだ、隠し事か？はけはけ、この子の。わかった、言うから。友人の新田みのりは信用できる子だ。私は10分前に起きた出来事を彼女に話した。マジ？激オツじゃん。てか中島？初耳なんだけど。どうして言ってくれなかったの？ごめん、こういう話恥ずかしいから。ほんと、由美子は見た目によらずだな。でも意外だな、中島って。あのさ、やっぱりまずかったかな、こんなに強引に交際求めるのは。いいんじゃん、由美子は人の気持ち考えすぎっしょ。それに中島って鈍感そうだから、そんぐらいグイグイいかないと気づかなそう。そうだよね、本当にこれでいいのかはわからない。でもみのりや彼みたいに、私も自分の気持ちに正直に生きたい。こうなったからには頑張らなくっちゃ。はあ、昨日のは何だったんだ、悪質な冗談か。あー、
き合うって俺と神崎が？何よ、私じゃ役不足ってわけ？そういうことじゃなくて、突然すぎるだろう。そういう話は一方的に決めるもんじゃ。うるさい。とにかくあんたには拒否権ないから、どうしても拒否するって言うならパンツの件全校放送で流すからね。マジか。いや、あれはマジな顔だったな。こういう展開は経験したことがないからどうすればいいかわからない。というか、こんな経験をした人間はこの世にいるのだろうか。そもそも俺はギャルに分類される人間に苦手意識を持っている。というか、どうして俺なんだ。神崎は一体何を。いや、おい、そんな驚くことないでしょ。いや、ちょうど考えててな。何、私のこと考えてたっての？変なこと想像してないでしょうね。してないって。さ、ほら行くよ。え、何ぼーっとしてんの。カップルなんだから一緒に投稿ぐらいするでしょ。いや、カップルって。全校放送。はい。本当に何考えてるんだ神崎は。おー、朝からラブラブだね。みのり、羨ましい限りだな。なあ中島、由美子って結構繊細なやつだから頼んだぞ。ああ。ちょっとみのり、余計なこと。そんじゃ、お邪魔虫は去ります。もう。あのさ、なんで俺なんだ。何？嫌なの？質問に答えろ。どうして俺なんだ。それは別に理由なんてどうでもいいでしょ。はあ、真相は謎のままか。その後も変わりなく俺たちの奇妙な関係は続いた。翔太、一緒に帰るよ。ああいつら付き合ってんのかな。なんか不釣り合いだよな。うん、行こうぜ。ああ。すっかり噂になっちゃったね、私たち。そうみたいだな。いやというか、目立つのにはあまり慣れてなくてな。少し困惑してる。そう。そうだ。初めての放課後デート、行ってやってもいいよ。なんで上から目線なんだよ。全校放送。はい。なんでもないです。それで、どこ行くんだ？高校生と言ったら？ファミレスでしょ。一緒に飯食って何が楽しいんだ。ほんと翔太は分かってないな。ここはご飯食べるところじゃない、語り場だよ。語りが好きってやつの会話には基本中身がないイメージなんだが。うわ、ムカつく。そういうとこだよ、そういうとこ。どういうとこだよ。あんたモテないでしょ。モテたっていうのは何を基準に。ああ、その返しが物語ってるわ。まあいいんじゃない。その一人にはモテてるわけだし。あ、ほんと鈍感ね。だからお先お部屋になりま。大変申し訳ございません。あの、やべえ、ギャルってこういう時怖そうだよな。俺が仲裁に入らないと。私は全然大丈夫ですよ。あ、てか店員さん疲れてません？え、私も接客のバイトしてたことあるんで、年金になるとこういうミスしちゃいますよね。だから気にしなくて大丈夫ですよ。ほんとすみません、ありがとうございます。あの、すぐ拭くもの持ってきます。よろしくお願いします。なんだ、ブチ切れると思った。これが神対応というやつか。何ぼーっとしてんのよ。ああ、いや。よかったわね。二度もラッキースケベに巡り会えて。水色。いちいち色ずぶやくな。すまん。俺の上着貸してやるよ。ありがとう。手伝うよ。うん、ありがとう。彼女と関わってからというもの、見た目とのギャップに驚いてばかりだった。惹かれているのだろうか。最近彼女を自然と目で追ってしまう。さ、着替えて翔太のとこ行こっと。ねえねえ、神崎さんたちって
マジで付き合ってんのかな。ん？ほんとらしいじゃん。でも中島いやいやって感じに見えない？なんか無理やり感あるよね。確かにカップルって感じしないな。脅されてるんじゃない？だとしたらかわいそう。かわいそう？確かにそうだ。付き合ってるって勝手に一人で舞い上がってたけど、私は彼に恋人関係を強要してるだけ。自分の気持ちに正直に生きてる人たちに憧れてたけど、これは違う。私の一方的なわがままで、翔太は窮屈な思いをしているかもしれないし、こうやって陰口を叩かれてるかもしれない。ちょっと前の私ならこれぐらい想像できたのに。私最低だ。いつも俺の登校時間に来るのにな。係の仕事でもあるのか。いつからか俺は彼女と学校で会うのが密かな楽しみになっていた。あ、よう神崎。うん。お？少し元気がないように思えたが、気のせいかなと思っていた。しかし俺の感じた違和感は気のせいではなく、日に日に神崎とは距離ができていた。前のように一緒に登校することもファミレスによることもなくなっていった。最近めちゃめちゃ避けられてるような。俺なんかしたか？女心はよくわからん。なぜか神崎と離れてからずっとモヤモヤしていた。俺はこの間、胸の中に芽生える一つの感情と向き合っていた。やっぱり俺。こんにちは。2年 A 組の中島翔太さんですよね。ああ、はい。何か？放送部企画のカップル突撃コーナーです。え？このままじゃダメだよね。うん、どうしたの、由美子？中島と何かあった？いや、これ以上の隠し事はなしだよ。吐いちゃえ吐いちゃえ。うん、あのね、私。こんにちは、放送部です。今日のお昼の放送はカップル突撃企画です。この企画はキラキラしたカップルの近況をインタビュー形式でお送りします。今日のゲストは2年 A 組の中島翔太さんです。では中島さん、まずは彼女さんの名前をお願いします。同じクラスの神崎由美子です。何よこれ。わあ、面白くなってきたな。どこが。じゃあ二人の馴れ初めを聞かせてください。あー、そこはカットでお願いします。カットですか？というか手短に終わらせたいので、インタビュー形式ではなく普通に話させてください。え、相変わらず変なやつ。まあ何でもありってことにしちゃいましょうか。助かります。彼女とはあることがきっかけで僕らは恋人同士になりました。しかしつい最近関係がギクシャクしてしまいます。え、そうなん？うん。なんでこうなったか、恋愛偏差値の低い自分には分かりません。もしかしたら俺が何か無神経な発言をしてしまったのかもしれません。多分今までの俺はこういうことがあると面倒だとかしょうもないとか言ってすぐに諦めていました。でもずっとモヤモヤしてる。なんとか解決したい。また隣を歩いていたい。それだけの思いがあるからこそ今この場で自分の黒歴史を製造しています。だから先言ってる。え、愛の告白は一人で聞いとけって。ちょっと、もう何なのよ。こういうことを公の場で言うのは自分のキャラに反しますが、俺は神崎のことが好きです。もし神崎が1ミリでも同じ気持ちを持ってるなら、整理がついたらゆっくり話したい。待ってます。以上。翔太、本当だったらこんなこと絶対したくないはずなのに。バカ、本当の本当に責任取ってよね。こんなにも胸がうずうずする瞬間、生まれて初めてだよ。あれどういうことよ。そのままだ。俺の胸の内をただ話した。本来だったら公な場であんなこと言うのはごめんだがな。意味わかんない。意味わかんないのはこっちのセリフだ。なんでいきなり避けるんだよ。それは、その、
翔太に迷惑かけてると思ってたから。まあ確かに迷惑だったでしょ。最初はな。でも気づいた時には神崎のことばっかり考えてたよ。え？避けられるようになって気づいたんだ、神崎から離れたくないって。翔太、じゃあ。ああ、もうこれ以上は何も言わないぞ。あの放送で俺の気持ちは語り尽くした。あとは神崎の方でケリをつけてくれ。うん、わかった。私ずっと翔太に惹かれてた。自由で自分の思うように生きてる翔太に。私って昔からお人よしでさ、自分の気持ちとか伝えるの苦手だったんだよね。こんな格好してるのも、見た目変えたら何か変わるかなって思って。そうだったのか。でもやっぱりダメだった。見かけ倒しもいいとこよね。自分の気持ちもはっきり伝えないで、あんな汚い方法で翔太を縛りつけてさ、自分が嫌になった。でも翔太への気持ち諦めきれなかった。いいんじゃねえの。あの出来事がなかったら多分俺たちはこんな関係になってない。そのおかげで俺は神崎の良さに気づいた。そっか、じゃあよかったのか。ああ、こんなにも冷めてる俺の心を動かしたんだ。逆に責任取ってもらうぞ。そうだね。じゃあお互い責任取り合わないと。ああ。ねえねえ、もう一回放送で言ったこと言って。言わねえよ。ああ、照れてる。お願い言ってよ。直接聞きたい。言えるか。ふう、めでたしめでたし。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画ななくまでは、思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。